そっか。君ならそう言うかと思ってたよ。ほら、僕たち短いとはいえ結構親密な付き合いだし、君のことちゃんと分かってるんだ。だから君がそう答えても僕は驚かないよ。君は右京を許し、右京と共に帰還する。それでいいね。ダメだ。右京、俺は戻れない。どうして？俺は彼女を殺した。何度も何度も自分が救われるために彼女を殺したんだ。その罪の記憶は一生消えない。俺はそんなものを背負って生きていくことはできない。それはこの子が許しても？そうだ。それでいいの？どんな苦しい思いをしてもこの子を探し求めてきた君がここで諦めるの？俺はさ、俺の主観だけど結構長く生きたんだ。そりゃひどい死に方ばかりしたし、生きて意識があることが本当に怖かった。辛かったよ。どこの世界に行っても君は俺を忘れてたしね。でも死ぬまでの短い間は彼女のことをずっと見てた。笑う顔、楽しそうな声、落ち込んだ表情、それから誰かと幸せになる姿。それは決して俺のものじゃなかったけど、それでも俺は嬉しかった。また君に会えて本当に嬉しかったんだ。だからもういいんだ。これ以上の望みはもうない。ここからもう一度生き直せば、きっと今度は今までよりも深く罪の意識に苦しむんだろう。全てを忘れて元通りになんかなれない。俺は罪人だ。もう楽になりたいんだよ。君、これから一生彼女を守ってあげてよね。さあ、僕の出番はここまで。僕とニール様も人間の世界に干渉しすぎた罰を受けなきゃ。でもその前に、右京、君たちにはすまないことをしたね。人間がどんな存在か、何を望むか、それを知りたくて僕はこの世界で人の願いを叶え続けた。その結果が今だ。僕が願いを叶えることでたくさんの人を不幸にした。ニール、ごめん。今日僕は結局誰も幸せにできなかった。これが君の愛した女の子か？そうだよ、ニール。俺の最愛の恋人だ。探し求めただけの意味はあったということだね。さ
時間だ。僕は君たち二人の願いを叶えよう。右京の負った傷を癒し、運命を塗り替えてあげる。さあ、お帰り。君のいたあの世界へ。今までごめんね。それからありがとう。いつかまたね。遅くないよ。ちゃんと時間通りに来てました。そこに立ってる君が絵になってたから写真撮ってた。また写真家だしさ、俺。え、ダメ。変な顔なんかしてないよ。っていうか、いい顔の時だけ撮るから安心して。ダメ。ああ、携帯カメラはやめて。あれは邪道。デジカメならいいけどさ。それで俺を撮るの？いいね。じゃあまずは。お姉さん、ハンカチ落としたよ。大切なものを今度は落とさないでね。はい、行こう。うん、行こう。お兄さん、お姉さん、またね。そうか、それが君たちへの罰か。誰が与えた罰かは知らないけど、人を知りたいという彼の願いは叶ったんだな。なんでもない。ああ、なんか。いや、幸せだなって思ってさ。行こうか、君の部屋に鏡を買わなきゃ。約束したからね。いい天気だ。まるで今も夢の中にいるみたいだよ。そうだね。この暖かさを見失わない限り、俺はちゃんと生きていける。愛してるよ。この世の終わりまで君だけを。